はい、どうもさっくんです。本日は仙北三千系の、自作で作ってるやつなんですけども、ここの屋根、の切り継ぎが終わりました。これ一応頭部の1万系の側板なんですけども、これがちょっと短くてですね、一回、元の形やったら切って、で一回このまま、端につけてから、この空いた部分の長さを測って、でその空いてる分の長さ分の、継ぎ足しの屋根をつけた感じになっております。ちょっと色が違うので多分こんな感じでわかると思います。という感じで、長さを、長くしております。色は違うんですけど、この、ちょうどつらい地で、今2000番ぐらいの、ヤスリで、整えたところでございます。色違うんですけど、後で塗っちゃうんで、一応塗る前こんな感じですということです。最初ね、この320番のヤスリでこう継ぎ目を消しまして、つけてからは一応こんな感じです。最初これセメダインで、タミヤセメントですね。タミヤセメントでこうやって流し込んでですね、これでこういう風に乾いた状態から、320番のヤスリでひたすら継ぎ目が消えるまで削りました。で、そのままあとやったら、傷がいっぱいあるので、1000番2000番で、整えまして、こんな風になりました。で次回は、屋根が終わりまして、床下細かいことをいこうと思います。この後ちょっと、南海6000系が多分5年ぐらい作ってから経ってるんで、床下パーツの交換を、ご紹介できたらと思っております。というわけで、今回仙北3000系の、屋根の切り継ぎはこれにて終了です。